Jim, oder? Jim! あ、いや、今は栄誉騎士と呼ぶべきだったな。もう聞いていると思うが、君が今期のウィンドブルーム祭のスターだ。モンドの人々を代表して風神バルバトスに風の花を献上する。しかし今回は Kann es sein, dass Windblume hier Windblume heißt? Also, dass sie gerade dass die gerade wirklich Windblume gesagt hat?君たちがモンドに来てくれて本当に感謝している。これからもモンドで楽しい日々を過ごせるよう祈っているよ。そろそろセレモニーが始まる。ウィンドブルーム祭のスター、君が選ぶ風の花はもう決まったか？花を一つ選んで風神に捧げるんだったよな。そうだ。慎重に考えてから選んでほしい。全モンドを代表することを忘れないでくれ。ん？ずるいな、直接僕に聞くなんて。こんなところでひそひそ話するなよ。怒られてる。僕に気を使わないで。好きなのを選ぶといい。君のセンスを信じるよ。それでは栄誉騎士、選択を。Wie lautet meine Wahl? Was ist eine...Windblume. Ich würde mal sagen, die Windmühlenaster. Oh! Kazeno Hana wa Shijisha no Oi Fushanstar de Kimari da na! Mondo no Hitobito wo Daihyou shi, Kimi no Kazeno Hana wo Shinzou ni Kenjou shita mai. Ich soll mein.Ja, davon haben wir ja genug. Das passt halt besser. Danke sehr. Windblume sei noch Star.敬愛する風の花は風神バルバトスに捧げられた。風がモンドを守らんこと。いい選択だね。当ててみて。またそれかよ。意地悪なやつだな。教えるよ。でも違う場所で、人混みで話すことでもないからね。場所を変えよう。どこに行けばいい？一緒に風流廃墟に行ってくれるかい？急がないと。Da zu Fuß ist doch schwachsinnig. Schwarak kite nakatta kara. Yarukoto ga ooso da. Issho ni souji shite kurenai kai? Towarin e no aisatsu gawari ni sa. Towarin mo Windblume sai o sugo. Ima wa inai kedo.もうじき帰ってくる気がするんだ。僕は向こうを片付けるから、終わったら上で合流しよう。Was willst du denn?逃がさない。
暖く間に。次の仕事は、うん、次の仕事は、次の仕事はついていきます。罪の名において風の神、我らを導きたまえ。Er lebt ja immer noch!Ist ja nur einer. Koko no kaze, kiryu ga hageshii zo. Kaze no muki o tadasanai to.Ah, okay.
ここの景色が一番だね。そうだね、僕はこの場所が好きなんだ。暇さえあればここに来て景色を眺めてる。サボりに来てるだけだろ。バレた？あとはリンゴ酒があればこの絶景をもっと堪能できたのにな。旅人、モンドのウィンドブルーム祭は気に入ってくれたかい？でもまだ疑問が残ってる。そうでしょ？聞きたいことはわかるよ。風の花とは何か。風神バルバトスから見た風の花とウィンドブルーム祭とは何か。ウィンドブルーム、知っての通り、モンドの民にはそれぞれ自分の選択がある。タンポポを選ぶ人もいれば、風車アスターを選ぶ人もいるんだ。一人一人が思う風の花は違うみたいだな。その通り。そしてそれが正しいのさ。風の花は現実に存在しないものだから答えはないんだ。え、存在しないのか？風の花という言葉は元は旧モンド時代、人々が互いに連絡を取り合い共に反旗を翻す際に使われた隠語だった。風が強いほど風の花の土台が安定し鮮やかな花が咲き誇ると言われていた。僕からすれば実在はしないけどどこにでもあるものなんだ。それは自由を望む魂、風を追う勇気。美しく祝福に値するものは全て風の花になりうる。存在しないようでどこにでもあるもの。風みたいだな。その通り。だから風神バルバトスは風の花を定義したりしない。祝福の花、敬愛の花、親愛の花、みんな自分の風の花を持っている。一人一人に定義する権利があるんだよ。自由の都モンドが風神に捧げる花もやっぱり自由なんだな。分かってるよ。人々は共通の意志により集まり、自由の風が互いをつなぐ。それは旅の終わりや世界の彼方、そして僕たちの心の中からやってくる。決して止まることはない。毅然とした君の顔を撫でるのは誰？小川のそば、巨岩の横、高貴なる君の魂を握ったのは誰？夢見の中、好天の上、親愛なる友よ、君の手を引き夜の明かりを見に行こう。祝祭に響く自由と夢の楽章を君に語らん。ウィンドブルーム祭発祥の地は北の名官自由の都。今回の探検は物資をたくさん持って腹を空かせないようにしないとな。もし君が僕に質問するとしよう。公務中ですか？お疲れ様です。ああ、ありがとう。この日最近一緒にご飯食べてないわね。忙しかったからな。僕たちは何をするべきなのか。お、アルベド先生、研究の進捗は？少し問題が。僕たちが思う、いい酒場には酒のつまみが必要だ。そう？ああ。どうやって？誰のために？控えめに？勇敢に？自ら出向く？それとも木を待つ？ああ、気をつけて！ごめんごめん、大丈夫？うん、共通の信念があれば全ては心のままに。それが僕の答えさ。Traum von Wind und Blumen. Ah, schöne Sequenz.
So. Damit ist das Event so gut wie durch. Ja. Nein. Oops. Ich liebe dieses Minispiel.